寿司の職人さんというか、職人さん、職人さんをやってて、でなんか結構有名な寿司屋なのよ。あ、そうなの。地元だと結構おいしいやつ、むちゃくちゃうまいの、行列もできるぐらい。あ、すごい。ただおじさん曰く、なんかまだ先があるんだって、お寿司には。なんかまだ自分は極められてないというか、極意みたいな。極意、でもむちゃくちゃもううまいのよ。すでにうまいのはうまいけど、おじさんもいいんじゃないか、話したら、いやー、風が、まだなんだよと。足りないの。極意があるって言って、極意が、その極意の入手法が最近なんか噂に入ったらしくて、入手法が、入手法が、まあこれはね、噂なんだけど、寿司三昧の社長って知ってる？知ってるよ、有名な。見たことある、あの写真をまず見たことある、こういうマクロがいてね、ここ太りの人がこうやってる、寿司三昧の社長のここの手とここの隙間にあるじゃない、この隙間にその本マグロをカチッてはめ込まれたら、ピカーンって寿司三昧の社長が光って、寿司の極意をなんか喋るらしくて、はい、なんかそれなんだけど、初めて聞いたよ、初めて聞いたのどこで聞いたの。いや、わかんない、なんか聞いた、知り合いの寿司職人に聞いた、でも、なんか掲示板で見たんだ、寿司三昧のインターネットミクシーの掲示板で Twitter とかいろいろ、そうそう、寿司三昧の社長スレッドみたいな、なんかカチッてはめたらピカーンって光って、なんか極意を言うみたいな。極意、あ、そうそうそう、気になる。カズヤ君、なんか酒飲みながら、うそだろうな、絶対そうだよね、カズヤ君、嘘に決まってるよね。そうだと思うよ、でもさ、ね、そうだよ、カズヤ君、そんなことは起きないと思う。そうだよね、はめ込む意味がちょっと、そう、意味わかんないよね、うそだと思うよね。思うよ、そうだと、絶対そうだよね、思うよ。なんでそこでお開きになって、おじさんは。で、その2週間後ぐらいにおじさんの奥さんから電話かかってきて、母ちゃん大変なんだと、あの人はよくわかんないけど町中をね、なんか本マグロを持って誰かを探しているんだ。絶対社長探し、三昧の社長探し、やばいよ。三昧三昧って言いながら、やばいよ、真に受けて真に受けて、三昧しか言わないらしくて、危ない危ない、止めたよ、早く止めて、三昧ピカ、三昧ピカとかしか言わない、三昧ピカって、三昧ピカピカ、ミクシーで見たしか言わないらしくて、分かるっていうか、分かんないのは、ちょっと止めてくんない？うん、止めた方がいいです。なんか渋谷の方にいたのよ。渋谷に？なんで？なんかスクランブル交差点にいたらしくて、もうスクランブル交差点をね、こんなもん、めちゃくちゃ余計だから、探してた。社長いないよ、そんなに。どこだ？赤ちゃん、いいとこにいたね。今、ついに追い詰めたんだよ。追い詰めたんだよ。三昧の道玄坂の上で社長と遭遇してね、おうおう、ばったり会って、あった社長を追い詰めたんだって。マグロでつついてなんか三昧の社長を。マグロでつついて、三昧の社長を追い詰めて。角に追い詰めて。今、あの部屋に入ったんだ。なんか逃げ込んだ。三昧の社長が逃げ込んだ。どうぞ。いや、カズヤ君はドアを開けてくれて、三昧の社長が飛び出すためにおじさんはこのマグロをはめ込んで、ピカッて寿司の極意を聞く。まあここまで来たらね、もう気になるからやりましょう。じゃあおじさんやろうって、いいかいって扉があって、おじさん、準備はいいって、行くぞ、次行くぞ、三昧三昧って言って、よし、おじさん、三昧だぞって、ちょっと隙間開けると、ピカーってなんかもう光ってるの。何で光る？おじさんが光ってるよ、おじさん。まさか、まさか家族を開けてみて、開けたら、三昧の社長が、他の寿司職人がはめちゃってる。やばしてんじゃん。あーこっちだ、僕どこ行く、僕聞いてる、何言ってる、どこ行ってる、他の寿司職人がデバ包丁って聞いてる。まさかデバ包丁、こっちはやばいよ、こっちだ、よし、灰になっちゃって。どっちが残米か。灰になった、灰になった、最後の時じゃん、何灰になって、もうダメだ、もうダメ、嬉しそうに帰ってて、その聞いた職人を買って、あ、聞いた、僕聞いたの、帰ってきて、もうダメだ、おじさん、ごめんね、おじさんが、マグロもさ、そっからあれちゃって、ワンカップとマグロって、あんた、沖縄どっちのものか分かんないんですよ、どっちだ、いけずに話して、水がない、ボジョンってやりながら、そんなじゃないですよ、どっちだ、口を出してあげるんだよ、どっちが本物だ。それでも俺注意して、おじさんを、おじさん、そんなことしなくても、おじさんのお寿司おいしいよ、おじさんのツーンズルンパン寿司は本当においしいよ。何？ツーンズルンパン寿司だよ。耳慣れない言葉だ。知らない？何ですか？おじさんのツーンズルンパン寿司。何それは？おじさんがね、知らない？知らない。マグロ寿司をズーンって置いて、この握ったマグロ寿司の隙間をおじさんがズローンってパーって。
極意到達中している人に聞く必要ない。本当に、うん、おじさんに言ってあげて。おじさんそのこと言ってあげるじゃん。俺がちゃんと言ってあげる。おじさん、うん、連れてきたよ。ありがとう。伊藤君がね、はい、話は聞いた。おじさんも極意到達してるんで、はい、オリジナルを貫いてください。おじさんありがとう。人まねなんかしなくていい。おじさんは僕の全然のパンツ食べてくれよ。ぜひ食べさせてください。はい、行くよ。ズンズルンパン寿司行くよ。ズーンズーンズーン食べてさ。寿司はどこですか。後ろに入る。邪魔するシステム。そうだよ。寿司が乾くぞ。寿司が乾いてる。食べさせない。ズーンズーン乾くぞ。楽しかったんで。ありがとう。はい、よし、最後にハーフにしたってみ。